初めての研究生ライブ。あの光の中はびっくりするほど気持ちが良くて、私思ったんだ。このままここで消えてしまってもいい。あ、何これ、どこに行ったの？ジェリー、みんな、この闇を照らして。輝くのはキララだけじゃない。あっちゃん、輝くのはあなた自身。恐れないで、声の限り歌うの。あなたがここにいること。渚、渚、う、う、あ、昨日寝ないで自主練してたんでしょ。治癒り、まずは肩の力を抜いて上体を緩めて、こう1、2と、うん、緩めて、うん、バン、うん、大胸筋が動かねえっす。練習練習。のー、その他のリボン、リボン、ぬしあきん、そのち、ほっぺに差し入れのお菓子がついてますわよ。わあ。ん？あれ、硬い。いやあ。おお。MC の時さ、オリネの胸がちょっと育ってきたって話してもいい？やだよ。どうしてそんな。あー、ケチンボ。ほーらみんな。うん。そろそろ集合。行こう。練習の成果、すべて出し切るよ。私は歌い、叫ぶ、ここにいることを。そして私たちはもう AKB0048 だってことを。私は立てる、憧れていたステージ、大歓声、拍手と熱気の中、厳しいレース、自分こんな堂々とライブ見ようだなんて。客席からどんな感じで自分らが見えてるのか確かめてみたかったんだよね。一人でもよかったのに。あんた一人にしたら何しでかすか分からんだろうが。普通の女の子だったあの子たちが傷つき、戸惑い、涙し、歌い、踊り、みんなに笑顔を届けて。そしてあの日、センターの場現象、メンバーたち一人一人のキララが生まれ輝いた。まだ襲名もしていないあの子たちの周りでも、あんな光の洪水はあっちゃんが消えた時以来初めて。
ララの輝き、あの日が特別なビギナーズラックだったのか。ざわつく予感が拭いきれない。渚と千恵、あの子たち、やっぱりセンターノヴァの可能性が。